はい、ご視聴ありがとうございます。一週間のご無沙汰でした。毎週水曜日恒例になりました。山本修五郎作品へのコメント紹介、4月7日号です。いよいよ4月、春となりましたけれども、なかなか微妙な雨が降ったり、暖かくなったり寒くなったりする、 ここ数日日間、天候不順な毎でですが、がいかがお過ごしでしょうか。ちょうど先週の土曜日ですね朝いつも話題にする農園のそばを通ったらですねものすごいたくさんの人が、まあ、自転車が並んでいてですねでそれぞれの、まあ畑のところにですね家族単位のような感じでもう年齢層もバラバラな人たちが もう畑に散らばっていていですね、一生懸命作業をしていまして何をしてるのかなと思って、まあ、その日は見て通ったんですけれども土曜日から23日置いた朝行ってみるとなんか緑の葉っぱがいっぱい並んでいてですね多分じゃがいもかなっていうような葉っぱだったんですけれどもまあ あるいはほうれん草が芽を出したのかなとか思ったんですけど、それにしてはあまりにも大きな葉っぱで育っていたので、多分これから大きくなるジャガイモをある程度のところまで育ったのをまあ植え付けたというような、そんな状況かなというふうに想像しています。違うかもしれませんけども、多分ジャガイモですね。そしてこれからまあ春に向かって日一日とそのジャガイモは、 大きくなり、葉っぱは大きくなり土の中では、まあ、芋が大きく大きくなっていくのかなというふうに思うとですねまあなんとなく嬉しくなってまあ宮沢賢治なんかは、まあ、人間がいろんなものを食べるとかっていうことに罪悪感を感じていたようなんですけれどもむしろ私はそういう、まあ、自分たちの食べるものを自分たちが育てて 手塩にかけて育てて大きくしたものをまあ食べるというかまあ一緒に生きる生きる糧にするっていうようなことでそれほどのまあ罪悪感とか悲壮感はなくてむしろそういう共共存していく共生してていいくく生ようなイメージで捉えましたまあおそらくこれは暖かい日の光を浴びた農園を通った ちょっと明るい気持ち春の気持ちからだと思うんですけれどもそんな私の今日この頃でしたはいちょっと前置きが長くなりましたので早速本題の方に入りましてまずは先週のこのプログラムに対するコメントからご紹介したいと思います先週3月31日号へのコメントです コメント紹介ありがとうございます。毎回ワクワクします。ことに、皆様のコメント、素晴らしい。修五郎先生の歴史小説は、創作に登場する人物が素晴らしい。グイグイ、引き込まれて我を忘れ、鏡に映る我を見てあんた誰を朗読の凄さです。幸せです。というコメントいただきました。どうもありがとうございます。 そうですね先週もちょっとお話ししたかもしれませんけれども例えば優衣小説が出てくる小説記、まあ、そこに登場する人物の中では松平信綱とか優、まあ、衣小説とか丸橋中也あたりまでは歴史上の実在の人物だと思うんですけれどもその優衣小説に思いを寄せる女性たちや。 まあ友人たちの存在はですね、おそらくそういう人物がいたであろうけれどもまあ資料としては残っていない作者の想像の人物なんですけれどもその存在感リアリティが歴史上の人物をしのぐぐらい魅力にあふれてそして存在感があるということでまあ小説ならでは歴史小説ならではの 非常ななリリアリティなんですよねそしてそういう人たちの一人一人の考え方や動きが大きな一つのドラマを作っていくということで、まあ、改めて作者小説家ののの力というのを感じる今日この頃ですねそしてこれは「唯小説」というのは、まあ、一つの歴史をベースにした歴史小説なんですけれどもそれだけでなくて。 もう全く最初から最後まで創作した人物がある物語を展開していくっていう小説もむしろそちらの方が多いぐらいなのでまさに作者の想像力の素晴らしさというのをま痛感しているわけです。ということでコメントどううもありがとうございました先週の3月31日号へのコメント1通だけ紹介いたしました。 ありがとうございます。それでは続きまして次のコーナーで、えー、ベスト10ですね。1ヶ月の間視聴率の多かったものを10位からご紹介していきます。まず10位は怒らぬ啓之助シリーズの5回目が10位でした。続いて9位に同じく怒らぬ啓之助の第4回目 入っております、えー、それから8位には古い菓子の木福島正則、うん、これは歴史上の実在する人物を中心としたまあ、短編小説で古い菓子の木福島正則が8位でした続いて7位は松屋これは全く人気の高い作品ですね 初夜7位でしたそして6位があらくれぶどう5位がいからぬけのすけの第2回目そして4位もいからぬけのすけの第1回目が入っておりますそして3位が同じくいからぬけのすけの第3回このいからぬけのすけはもう3月の 最初頃からスタートしてますので1ヶ月経つわけなんですけれども非常な人気作として12345と揃ってベスト10に入っておりますそして2位は「できていた青」そして1位が「秋のカゴ。先週同様ですね秋のカゴがベスト10の一番ということになりました えー、それでは続きまして同じくベスト10ですが今度は新しいチャンネルイサナチャンネルのベスト10です。第10位が「牛」第9位が「だんまりンク、そして8位はこれは週五郎作品ではなくて「三遊亭延長後実即記より「明治の地獄」。 これが8位になっておりますそして7位は周五郎作品「生きている原発」えー、6位が「国空遍歴」の連続編集第2回目、えー、それから5位が同じく「国空遍歴」の連続編集第1回目、えー、そして4位は「桃次郎の恋」そして3位が「 さみだれ日記2位が豪傑ばやリ、そしてイサナチャンネル第1位は嫁強終言ということになりましたあやはり嫁強終言ですねという感じですねそして2位の豪傑ばやリ、3位のさみだれ日記4位の東次郎の恋 この辺りも納得の順位だと思います。そしてその後には、虚空遍歴が入っております。イサナチャンネルの現在のメインである、虚空遍歴は、まもなく60回になりますけれども、約4分の1を終えまして、いよいよこれから中盤に差し掛かるところです。えー、イサナチャンネルの方はですね、シュウゴ作品の他にも、 最近ですと、ドストエフスキーの「罪と罰」これは古い役大正時代の役で生田長江春月の共役でこれは現在でもなかなか手に入りにくい本をですね古、まあ、書店から取り寄せまして探して探してようやく見つけたおそらく入手できる一番古い役だと思います。ドスストエフスキーの罪と罰。 生田長春月の役でで読んでおりますそれから他には森外の青年夏目漱石の甲府といったちょっと珍しい作品もスタートしております。それからデュマの「岩窟王」「モンテクリスト博」ですねこれまた非常に古い役でこれもなかなか手に入りにくい本なんですけれども。 悪い光の「岩窟王モンテ・クリスト博」スタートしていますそれから江戸川乱歩の「悪魔の紋章」トルストイの「戦争と平和」島崎藤村の「夜明け前」などなど日本そして世界フランスやロシアの近代文学の名作が目白押しです「いさなチャンネル」ですね もちろん周五郎作品もどんどん読んでおります。それからチャンネルということで言いますと朗読新刊の方でも「遊行寺の朝」ですとか「宵闇の貴族ネズミ小僧」「オランダ人形」「彦四郎実記」「日本不動機の雪島区峠屋」「頬」初期の作品「先決桜田門外」 誉れの比べや初つぼみなどなど朗読新刊の方でも周五郎作品たくさん読んでおります朗読新刊の方では他に吉川英治の新書大鼓記のシリーズなども読んでおります以上、まあ、他のチャンネルについて宣伝させていただきましたそれではいぐさチャンネルに戻りまして 各作品ごとのコメントを紹介したいいと思います、えー、それではまず作品の方はですね、えー、今週の最大のトピックスで最終回完了いたしました小説記小説説の記その最終回にお寄せいただきましたコメントからご紹介いたします。万感感胸にに迫るもののがあり感謝の念に 絶えません長編ゆえずっと昔から読めずにおりました小太郎の幼い頃の矢橋駐在門と息子小太郎との出会い少年期に出会った浪人湯屋五郎兵衛との番小屋での学び世の中は不合理なもの人間は賢くなければならないを得得し小説という人間の根幹を形作った「 若き日の体験、理不尽をくじく、志を貫き通した人生は、誇り高く、残された者たちの中に残った。長い長い、魂のこもった朗読、ありがとうございました。はい、というコメントでした。ありがとうございます。えー、同じ最終回へのもう一つのコメント。ただいまぼーっとしてます。 ずっと心をわしづかみにされてました登場する人たちはみなヒーロー・ヒロイン気の遠くなるほどの長丁場ただただ頭が下がりますというコメントも一ついただいておりますありがとうございますそうですね非常に長い長い物語と思っていた割にはなんか今思い返すとあっというまで非常に展開が早くて まあ次から次へと、まあ、ドラマが次々に起こってきてもう駆け足で追いかけているようなまた追われているような感じでした回数でいうと164回これほぼ毎日1回ずつやっていますのでということは164日5ヶ月ちょっと半年にも満たない間だったわけですけれども、まあ、これと比べると モミの木は残ったはもうおそらく1年以上かかっていますので倍ぐらい違うと思うんですけれどもまあそれにも増してたくさんの人物が次々に登場しそしてその一人一人がとても魅力的でですねそしていろんな人生が交錯して事件が起こっていくそしてまあ収束されていくということでまあ特に後半の盛り上がりとまあテンポの良さと まととめ方のうまさとそして潔い人々の生き様とそして最後はちょっと意外な最後があってなるほどという、まあ、物語の展開にもそしてその展開する作者の手腕に対しても非常な驚きと簡単と、まあ、感動があったわけです、ね、まあ一つの大きな物語がずしんと終わったという今思いを 噛み締めていますこれが終わってしまって明日からどうしようとかいうそういう不安はなくても明日やることも決めてあるんですけれどもまだまだ物語は別の形で続いていきますので次の挑戦にごご期待いいいただければとと思まますすコメントありがとうございます、はいえー、それでは次のここで新しいコメントが入ってきました。 先週の3月31日への新しいコメントですちょっと割り込みで紹介します延、えー、びる宮城県東松島市延びる延びる海岸があります屈指の海水浴場でしたが311の後は分かりません物を軍師によれば延びるが多く生えており云々、うん、んとあります がまたアイヌ語由来とも見られるとも「のびる」はヌプリの鉛「ヌプリのヌ」豊富な「ピリ」「渦」たくさんの渦が巻くの意味「洪水の時成瀬川河口が会長と返して渦が巻くの意味」さて「歳時記」によれば「昼」はニンニク「のびる」は野生のニンニクの仲間らしい能書はさておいて「 春は芽吹きの季節コロナを優しくなだめる何者かが芽吹いてこないかなと密かに期待しているところですという先週の話題となりましたノビルの東北からのレポートをいただきましたありがとうございますそうですねのびるはとてもまあ美味しいんですけれども何しろ野生のものなので まあコロナ禍の今、十分気をつけなければならないかもしれません。まあコロナの方も、まあ、ワクチンがあって、日本以外の国ではかなり行き渡っているそうですが、日本ではまだまだ数が足りないというようなニュースが、まあ、最近入ってきております。十分皆さんもお気をつけください。コメントありがとうございます。それでは作品ごとのコメントの方に戻りまして、え次の作品は、 冷めし物語という作品ですコメントです、えー、朗読の間の取り方と声とがとても心が落ち着き修五郎作品の武者物にはぴったりありがとうございますというコメントいただきましてありがとうございますいや冷めし物語もとても修五郎らしいいい話いい短編小説ですねありがとうございます。 では次の作品、これはナダレという作品です。先日全6回が完了したばかりの短編小説です。コメントです。善之助も苦しんでいたのですね。柿の辰之助が父の名誉のため心を偽り、寒さ橋では娘のため、無婚の不始末を墓まで持って行った父の思いともつながる切ないけど、 いい話ですね。でも全ての思いを洗い流してくれた「雪崩」「自然界では人間なんてちっぽけなものだけど愛しき小さきもの修五郎の深い愛に触れることができて幸せです」というコメントをいただきましたどうもありがとうございます。えー、同じ雪崩という作品もう一つのコメントをご紹介します。福井といえば原発 新米の説は今にも通じるよう福井の米はおいしいのに。ということでまあなだれというぐらいですから雪国福井が舞台のお話でしたけれどもさっきのコメントにもありましたようにま一つの嘘をめぐっての敵味方そして敵だと思っていた人の意外な大きさが2人の兄弟を救いそしてその意志は 引き継がれるというまあ短い中に非常に大きなテーマが込められたこれまたいい作品でしたねそしてまあ、作者自身は水害や地震に苦しんだ中でここでは雪という雪崩という設定をうまく使って物語を展開させています雪崩という作品でしたコメントありがとうございます、えー、次の作品は よも七の規範という作品です。コメントいやー、今朝もいいお話を聞かせていただきました。やっぱり周五郎は良いですね。読後の爽やかさと、明日への希望で胸開く思いです。臨場感満ちる朗読をありがとうございましたというコメントでした。どうもありがとうございます。そうですね、読後の爽やかさと希望。まあ、周五郎先生が。 聞いたらとても喜ぶストレートな感想だと思います。どうもありがとうございます。はい、次の作品はキー怪談児という。これ、また最近第6全6回が完了しました。短編小説です。キー怪談児コメントです。集合楼作品の中には確かにいる。男尊女卑なんかじゃない。素晴らしい。日本男児と美しい。 大和なでしこが朗読で伝えてくださる主様に感謝というコメントをいただきましてありがとうございます。この「キー・怪談寺」という、まあ、タイトルもちょっと素敵なんですけれどもそしてまた「なぜ怪談寺」かというのがですねこの小説を読むと一目瞭然で「なるほど怪談寺」というような、まあ、人物が登場して活躍するわけですけれども、まあ、このところ 男とは、女とは、女とといったジェンダーの問題とか女性蔑視の発言の問題とかいろいろニュースを騒がせているようですけれどもまあ男として女としてそして人間としてとても魅力的な人物がたくさん周五郎作品には登場してきます。そんな一人の、のまさに怪怪談談物語、キー怪談という、 短編小説へのコメントでしたありがとうございます、えー、次の作品は長屋天一望というちょっと長いお話ですけれどもコメントです単に読書だけであったらここまで笑えませんというコメントでしたありがとうございますまあこの長屋天一望というのはタイトル通りまあ、天一望と言いますから講談の方で よく知られている「天一望事件」をもとにそれを周五郎風長屋ものとしてアレンジした作品ですけれどもまあそのネタだけではなくて文体やなんかも非常に練りに練った高談調落語調が非常に生きている文章ですのでこれをまあ朗読するのはとてもまあ難しくそして楽しみなんですけれどもうまく伝わったらありがたいなと思って朗読しています。 また最近、えー、川竹木阿弥の歌舞伎それから近松門左衛門の人形浄瑠璃という、まあ、一つ二つ日本近世近代古典の大作を朗読しているわけですけれども、まあ、もちろんテキストの文章を見て、まあ、さらに学習として YouTube を利用しましてですね、まあ、ご本家の歌舞伎文楽を 実際にテキストとと並べながら見ていくとですねもう本当に活字では文字面ではわからないニュアンスが耳から聞くことによって意味がとてもよくわかるというのが最近の実感です。もちろんその歌舞伎文楽のレベルまで行けなくてもまあもう少しでも 活字を生きた者として言葉で伝えられるような朗読ができるようになればなと思いつつそしてこのことは非常にいい朗読の勉強になってですねあこういう言い回しがあるんだとかこういう言い方があるんだそして特に歌舞伎では、まあ、江戸言葉江戸弁江戸鉛いわゆるベラン名帳などをまあ学習する。 とててもいいい機会になっています。まあ、落語でも私の大好きな「大工調べ」とかですね、まあ、講談の方でも江戸言葉の歯切れのいいストレートな言い回しが非常に好きなんですけれども、まあ、日常レベルではなかなか体得することができないのでそういう意味では歌舞伎というのはとてもいい学習材料になるし 非常に楽しく学べる素材だなというふうに思っていますちょっと話題が離れましたけれども長屋天一望という作品へのコメントでしたありがとうございます、はい、続いての作品は山目という作品ですコメントです山本修五郎のこれも名作だ兄弟愛の新骨頂義理の弟を慕う兄嫁そのことを知った夫 昔はこういう話を聞くことが少なからずあった。ハッピーエンドに終わったわけだが、兄が死んだ今。兄の意志は生きたわけだ。結果的には良かったなぁと思う。兄も辛かっただろうが、残された。限られた命は弟の心の中に生きた。感動しながら素晴らしい朗読を聞いた。というコメントでした。ありがとうございます。そうですね、このヤマメという作品も、まあ、兄弟のカッ とその周囲の人々を描いたとてもいい短編だと思いますコメントどうもありがとうございますはい続きまして、えー、もう一度小説記唯小説記の他のコメントもう少しご紹介したいと思います、えー、これは160回目の小説記へのコメントです真っ向から挑んでいった浪人たちの姿が見える昼夜 兵兵できることはやったやるだけやったそして父のもとへと旅立つ小説きっと兵庫も一緒だろう悔しいけど女が立ち入れない男だけの世界私の中ではこの素晴らしい場面でエンドにしたい」というコメントこれは160回絵のコメントでしたありがとうございます。 それからもう少し前ですが157回へのコメントついに小説は一ミリ残さず信綱に切り込んでいったしかしあくまでも幕府安泰を一義とする信綱は眉一つ動かさなかった一縷の望みもなくなり涙を押し殺す小説の次の手は彼の苦しみにあえぐ者たちに寄せる心は あの少年の頃の雪の日給金を哀願する一人の浪人の姿を目撃し自分のもらい分から半分を与えて逃げ去った小説の姿そのもの変わってはいないこうして歴史は名もなき人々の悲惨な犠牲の上に紡がれてきたことを実感する大国が勢力を伸ばして輝かしい名を 歴史の教科書に残したとしてもその裏にどれほどの命が踏み潰されてきたことだろう人間の征服欲は大から小まで恐ろしいものだそれは今日まで変わっていないどころかそれにしても最近の黄砂の大襲来は人の息も自由に吸わせてくれない汚水の中の魚と変わりない空気はつながっているのだから。 庭に出て爽やかな空気が吸えた日々が今はとてもありがたく思うというコメントをいただきましてありがとうございますこれは小説記の157回へのコメントでしたどうもありがとうございますまあ、今回完了しまして小説記へのコメントをご紹介するのもおそらくこれが最後の回になると思いますので いつもより少し多めにご紹介いたしましたまあご紹介することができなかった他にもたくさんのコメントをいただいておりますご紹介できませんでしたけれどもすべて目を通しておりますのでちょっとご返事の方も間に合いませんけれどもどうもありがとうございましたそれでは今週は以上ということでまた来週まで天候不順やコロナこれからも続くと思いますので お体にはお気をつけて、お健やかにお過ごしください。それではまた。ありがとうございました。